分かった気になれ。日本初のグラフィックデザイナーは誰かと問われると藤島武二の名前が挙がります。藤島武二は狩野派や浮世絵師の遺伝子を持っていながら大胆に西洋絵画を描いています。そして彼は何でもデザインとしています。藤島武二は黒田清輝と同じく鹿児島出身で、黒田の一つ年下になります。黒田清輝は西洋画をそのまま輸入して描いていますが、藤島の作品は西洋画を様々な方法で日本に合うような方法で表現しています。藤島が描いた美人画は崇高で清楚な雰囲気を持ちつつ、大衆的でもありグラビア風でもあります。彼の庶民に寄り添った雰囲気を持っています。